おはようございます。ちょっと時間いいですか？怒られますか？怒られませんよ。池田とはさ、もう10年以上の付き合いなんでさ、営業的な視点とはまた違ったところから物事をすごい捉えたりとか、整理したりとか、まとめたりっていう視点になってるの、その力をちょっとだけの欲しいてよ。じゃあ池田から見てさ、俺とか純平とか水木とか、いわゆる営業の人と池田とで違うなって思うポイントがある？スピード感。営業とかで行くと直接対峙しながらお客さんと話して組み立てていくってことが多いじゃないですか。クリエイターはそれを持ち帰って熟考してアウトプットするっていう癖がやっぱり多いかなと思ってるので、そこの部分は大きく違うかなと思って、もちろんそのアイデアをポンってすぐ出すことはできるんですけど、それに対して納得感をあんまり持って喋っていないことは多いかな。例えばビジョンマップだったら、営業している人たちっていうのはポンポンこう組み立ててどう売るかまで考えていけるかなと思うんですけど、そういう思考は持ってないなっていう感じはしてます。西関さんが感じるクリエイターのその脳みそのこれは欲しいリスペクトの部分って何なんですか？まず情報が、ね、分かりやすいと思うんだよね、まあ、ビジョンマップがまず決定的だと思うんだけどとりあえず企画って俺らがこういう会社作りをしたいとか、はい、今の現状の課題がこれでこれをクリアしたいとかみたいな思いをバッと話してたのをすごく端的に分かりやすく、でそれは言葉としてもそうだし図解としても整理してくれたなっていうところが、はい、あの力はないなと思ったけどね。そうですね、時間をかけて考えて組み立てていくことで実現できる。やりながらいろいろ考えていきますけど、使う時間は全然違うかなと思ってますし、いろいろ試行錯誤しながらあれを出しているっていう形なので、仕事のアウトプットの仕方は全然違うんだろうなっていうのは今話してても感じましたね。クリエイター的な物事の考え方、捉え方、組み立て方を養おうと思ったら、はい、ちょっと対峙してる時ではなくて戻った後のその時間をかけての組み立てっていう部分で、そこをやっぱ養っていく感じになるだと思います。例えば西関さんとか純平さんとかって戦略企画部っていう営業をメインのフィールドにしている人たちにするとすごくクリエイティブの力強い2人やなって思っているんですね。プライベートとかで見るとやっぱり2人ともこういろんなこだわりやるじゃないですか。車とか家とかでもそうなんですけど、デザインとか何かものづくりとかで考えてる時間が普段でも多いからこそ、そこら辺に繋がっているのかなっていう感じはします。そういうのを今までやってこなかった人はどうやったらその力って養われているのか。見ることじゃないんですかね。触れないと絶対そこって興味も出ないですし、普段の時間に組み込むこととかできないので、僕だったら例えば電車の広告とか見ようと思ったら1枚30分ずっと置かずにできるんですよね。そういう意識をすると、じゃあ通勤中に電車広告を見ながら、これってなんでこんな広告になったんやろって考えるだけでも全然違うかなと思いますけどね。普段すごく意識していることは、クリエイターだからこそ大事にしないといけないなってことはあって、文脈意識みたいなのはすごくするようにしてるんですよ最近は。物事を伝えるにはやっぱり段取りあるじゃないですか。最初にキャッチコピーが入ってくるのか、もっと補足文が入ってくるのか、いきなりタイトルが入ってくるのかで全然伝わり方は違うので、一つの物事を伝えるにもいろんな順序っていうのを大切にしていかないとクリエイティブもうまく伝わんないっていう。クリエイターはどうしても表現によりがちなんですけど、そこをちゃんと持っておかないと伝わるものも伝わらへんし、弱いしっていうのは最近めちゃくちゃ意識していることですね。ありがとうございます。聞こえましたね。お疲れ様です。最近さ、小原のやっぱり企画力とか提案ってめっちゃ強いと思ってるのか。乱歩の企画もしたり社内の大きな企画を練ってくれてるやん。そのアイデアとか発想ってどうやって作り出してるのかなって秘密を知りたい。私がその案件に関わらせていただくタイミングっていうのが、こういうのをやりたいっていうのお話がトゥモローゲートにあった段階でプロジェクトにアサインいただいてから参加することがまあ多いんですけど、そこから1回ヒアリングの時間をもらう。そこで何をしたくて、どういう課題感を持って依頼をしていただいているのかっていうのをまずお伺いした後に、なんかそれに対して自分の中で考えるんですけど、乱歩のやつは言ったら、まあ、ある程度やりたいというか、江戸川乱歩毎日新聞入社100周年を記念した広告を打ちたいっていうのが、まあ、お題としてだったんですか。そうですね、はい、うん、それを聞いた時にまず何を考えた。
若い人にもっと新聞を読んでもらいたい本当の欲求っていうか、つまりこういうことがしたいんですよねっていうのを簡単な言葉でなんか置き換えるみたいなことは各案件で絶対やってて、いろんな解決したいことはあると思うんですけど、ほんまに一番やりたいのってこれですよねっていうのを言葉にして聞いてみるっていう、うん、いっぱいやりたいことは出てくるが、しかしその中でも一番何っていうところをまず大事に。そうですね、認知も上げたいし売上も上げたいし、いろいろあると思うんですけど、でもそうやって結論、若い人に新聞買ってほしいっていうことですよねみたいな、結論こうですよねっていうのを投げてみるっていうか、聞いてみる、あそうそうそうとなったら、若い人に新聞読んでもらえるようなアイディア出しますねって言って、そこで一回持って帰って提案するっていう形なので、なんか最初に聞いた課題とかオリエンの内容をめっちゃ簡単にするみたいな感じのことはやってますね、案件でも。はい、乱歩のあの100文字ミステリーはどうやって呼ばれたの？新聞若い人に面白いと思ってもらうためには何をしたらいいのかっていうのをバーって洗い出して、そこの何をしたらいいのかはもう結んだすね、結んだします、その要素は100個以上出してて、逆になんで新聞おもんないって思われてんのか、文字多すぎて読むのめんどくさいとか、今アニメとか漫画とかそういう文字以外の媒体の方が一瞬で理解できたりとか短い時間でも楽しめるから、今のライフスタイルに新聞っていうその媒体が合ってないんじゃないかとか、まあ、いろんな原因があると思うんですけど、バーって洗い出していって、洗い出したりその中で文字がなかったら買うかなとか、この原因が変わったら買うかみたいなことを一個ずつ検証していって、こういう新聞やったら私も読むかもとかいうのを見つけ出していくみたいな、一番原因の急所を見つけてそこに効くアイデアを出すことに結構してるっていう、まあ、自分の考え方のスタイルなんですけど。確かにね、商談とかでも例えばお客さんがちょっと懸念っていうか、どうかなってなってた時に、何が一番懸念ですかって多分聞かれると思うんですよね、営業の方って。それと同じ感覚ですよね、映画の場合はお客さんに対してやってるけど、クリエイティブの場合は世の中に対して何が一番問題ですかっていうのを対話してるイメージでこれかなっていう、営業と結構私は似てる感じなイメージがします。ありがとう。お花もなんか頭の中知れてすごい勉強になりましたまた教えてください。そうですか。あ、こんにちは。ライター線の仕事のやり方とか脳みそとか知りたいなと思ってるんですけど、はい、ライターはキャッチコピーとか文字で課題を解決していくわけじゃないですか。そうですね。仕事をやるとき一番最初は何から取り組む？今の仕事内容としては、お客さんの会社のコンセプトみたいなところ、まあ一言でその会社が何をやってるのか、どういう価値を提供してるのかっていうところを一行にしてまとめるみたいな仕事が多いんですけど、そうなった時に、じゃあお客さんの会社がなくなったらどうなっちゃうのかとか、逆にお客さんの会社がめちゃくちゃ成長した時にどんな世の中が待ってるのかみたいなところをなんか妄想するみたいなところが結構多いですね。すごく有名なキャッチコピーで言ったら、最近ゼクシーの結婚しなくても幸せになる時代に私はあなたと結婚したいんですっていうところで、今までの結婚式の雑誌ゼクシーって、それこそもう結婚したら幸せになれるみたいな打ち出しをずっとしてたわけじゃないですか。時代の多様性みたいな変化に合わせて、結婚式を進める雑誌が結婚しなくても幸せになれるって言ったこと自体がすごく新しい戦略になるとは思っていて、キャッチコピーを作る上で言葉に表そうってするんじゃなくて、世の中のどういう新しいものを作れるかみたいな、しっかり考え抜かれてるなって思うのがやっぱりいいキャッチコピーの証。これを抜かすと、例えば革新的なお客様目線のビジネスみたいな、ちょっとふわっとしてるけどかっこいいよねみたいな感じになっちゃうなっていうのは、なんか次回としてありますね。なるほど、うん、なくなったらどういう世界線がありますかってたくさん出てくるわけやん、うん、その中からどうやって最終一つのコピーに集約していくわけ、まあ、そこはやっぱりチームメンバー話しながら、もっとこういうことは言えるんじゃないかとかで絞っていくしかないかなと僕は思ってますね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。首書いていいですか？うわー、やばいやばいやばい。首の仕事の特徴は何なん？池田のさん視点から見てて、怖っ。とにかく早い。確かに首は仕事がめっちゃ早いよね。フィグマ使ってさ、ワイヤー作りにしてあれはなんでなせる技なの？普段からの引き出しを多くしてるっていうところが多いですかね。引き出し、例えばコミュニケーションを取りながらワイヤーフレームを作っていて、多分池田さんが目立たしたいねってなった時に、ある程度自分の中にインプットしたパターンが何個かあるんで、うん、それを瞬時に思い出してそのまま作るっていう風にやってるんで、うん、早いのか。でもあんまり考えてる時間が少ない。取捨選択してそれをすぐアウトプットしてすぐすり合わせるっていう。それはこれまでに蓄積されたデータ情報が引き出しがいっぱいあるから。そうですね、なんか毎朝それをチームでもそれをやってるんですけど、それをストックしてるんで、それで多分みんなでインプットしやすいっていうところはありますね。赤貝のさ、マルチ教員見てても思うんだけどさ、作り込んでるくりやん、ね、
それ結構戦記と決定的に違うところかなと思うね。しかもそれは情報量だけじゃなくて仕掛けというか、コピー一つ取ってもそうだし、表示のさせ方一つ取ってもそうだし、なんかそこはすごい違うなとは感じてる。あれはどういう視点から作り上げてるの？例えば、その場合のナレッジで行くと、全社員がいるわけなんで、みんな何が聞きたいかなっていうところをまず最初に考えた、テーマを決めた上で、そこから1枚にはまとめてるじゃないですか、ナレッジとかは。なので、そこで伝えたい情報を何個かピックアップして、そこからもうあとは組み立てていくっていう。どうやって組み立てると、それはどのデザインするときにもそうなんですけど、ぱっと見どの順番で目がユーザーとか見る人が見ていくかっていうところは結構気にしてるかなと思っていて、ぱっと見たときに情報量がめちゃめちゃグワッとくるデザインだったら、あんまりこう見たいと思わないというか、ちょっと情報を漏洩したり、ここの資料が見にくいなって印象を与えちゃうんで、まずここ見てほしい、次にここ見てほしいっていう優先順位を決めて、ただ決めた上でも最初見てほしいのは文章だけ、次も文章ってなったら文章が続いちゃうんで、どうしてもなんか読むのがしんどくなっちゃったりするんですけど、じゃあ次にはもっと読ませる仕掛けのために画像とかグラフを入れてみようとかいうところで、なんか相手の読む順番とかも意識しながらデザインの、その仕掛けとかを考えていって組み立てていってるっていうのはありますね。これは新卒デザイナーとかディレクターがバナーとか作るときによくありがちなのが、情報全部入れようとするっていう。デザインやってると絶対うまくいかないパターンが、情報が多すぎて文字を整えたりとか写真入れたとしても結果情報多すぎてわからないっていうところになっちゃうんで、思い切ってこの情報本当にいるんかなっていう取捨選択する力も一つのデザイン力だったりもするので、なんかそこの本当に伝えたいものに絞って削る勇気を設けとくだけでもかなり資料とかの見え方が変わってくるかな。それは優先順位で取捨選択するわけ？優先順位もあると思いますね。営業でも一緒っすよね、きっとこれって、プレゼンの中で何伝えるかってフォーカスしないと何も伝わらないと思っているので、それが言葉なのかビジュアルなのかの違いなのかな、お互い得意不得意だからっていう感覚で、そうですね、共通してるところがさ、衣装制作の話とかを聞いててもすごい思ったのは、なるべく削ぎ落としてシンプルに捉えるとか考えるとかっていうのは、これはプレゼンも一緒やねんか、端的に伝えていかないと、全部じゃあ事実を説明すれば伝わるかっていうと、何が言いたいか分からなくて伝わんなくなっちゃうの。なんかそこの部分は結構、同じなのかなっていう感じですね。そこに一番ポイントとなるところをちゃんとフォーカス当てれるスキル、そこもやっぱり必要かなと思うんです ね、 そ、 うね、それが分かってなければ絞っているけどあんまり刺さらないっていうのがあるかなと思いますし、その辺はすごく経験にも基づいてくるから、センスとかもあるかもしれないし、でそれを衣装制作部はきっとどう表現するかっていうビジュアルは得意ですけど、戦略企画部とか営業言葉でどう刺すかっていうのとかが得意じゃないですか、この差は大きいかな。これは言葉ではなかなかさせない、